アジアカップ決勝トーナメント1回戦はバーレーン。ベスト16がは許されません。決勝トーナメントの戦い見届けましょう。戦ってきて、まずは立ち上がり南野のシュート。前半11分、伊藤のクロスに森田のダイレクトボレースーパーゴールで日本先制。クロスをボレーで合わせました。まずはクロスを受ける。勢いに乗った日本は前半30分、上田のゴールで追加点。日本追加点。怒涛のゴール。縦パスからのワンタッチが良い。さあ日本得点を重ね2対0という展開。日本としては2点差というのは精神的に。森田。前半42分、南野この試合ですでにアシストを記録しています。シュート。ここは決めてほしい。ここは間合いを取る。三笘のスルーパス。ボールを受けてシュート。惜しくも枠外そのまま後半戦へ。ボールが迫る。シュート。一人でやりきった上田。試合が決まってしまうんでしょうか。ありがとうございます。はい、自分で行く。伊藤が縦突破。どうだこのシュート。上田の豪快シュートでダメ押しの4点目。そしてこのパフォーマンス、上田はハットトリック。見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。このゲームの主導権を完全に抑えています。チームに勢いが出てきましたよね。はい、シュート。バーレーンのシュートもしっかり体を寄せてブロック。上げてきたヘッド。クロスからそして頭で合わせるという攻めを見せたんですが及びません。高さを生かしてヘディングを見せてきました。飛び出した。浅野がパスを選択。これを決めれず。決定力不足は永遠の課題のようだ。呆れた佐野がミドルシュート。狙った。ここはキーパーのナイスセーブ。4対0と圧勝した日本がベスト8に道を進めた。日本ベスト8は UAE。 アジアカップもベスト8が出揃いました。挑みます。さあクォーターファイナルが始まります。この時間は立ち上がりから UAE の攻撃。こちらをご覧いただきます。チームの勝利を願ってやまないサポーターの声援が。遠藤のタックルで防ぐとそのままカウンターへ。今日のゲームです。中村からのスルーパス。ここを南野がシュート。速攻でゴール。絶妙なスルーパス。その後も立て続けにチャンスを迎える。危ない。シュート。キーパー止めた。こぼれたところを押し込む。いや、久保のドリブルから前田のゴラッソ。えぐいミドル。追加点。日本気に畳みかけます。豪快な一突き。ただ一つ失点すると流れも変わってしまって、そのまま日本のゴールが続き。日本3対シュート。日本追加点。さあチャンス。気づけば5点差に。危ない場面もあったが、なんとか防ぎ後半へ。後半もチャンスを迎える日本。しかし UAE に決められ4点差に。菅原にイエローカード。やってしまった。UAE も死ぬ気でチャンスを作ってくる。後半アディショナルタイム、 UAE に決められ2点差まで詰め寄られる。豪快ボレー。そのまま日本は逃げ切り準決勝進出。次の相手はオーストラリア。優勝まであと2勝。